私が路地を極めようと思ったきっかけは茶庭が作りたいから単にただそれだけの理由お茶を死なないと茶庭が作れないじゃあ茶道を始めようそれがきっかけです京都で庭の修行 で庭を勉強しようと思って行ったのがきっかけでまあその頃ね九州でも庭作ってたし、まあ、ただただ親元離れたいとかそういうのもあったしだけど行って京都の庭,庭作りを見たときにもうたんですよもう本当私は世の中の数世間を知らなかった。 まあ、そまあその頃から九州にいる頃からあのつくばいまあ後でそれは分かったんですけどつくばいのあるにはああいうのを作りたいなってだけどつくばい吸えるのは吸えるにはお茶を知らないとできないって言われてそれでお茶を習おうと決心してそれが私の茶道人生の始まりです。 茶道と出会っって一番最初に思ったことその頃の私1960年代かなその頃の,あのお茶を習うこと自体が日本では女性が花嫁修行に習うためのからお茶お花ってのは花嫁修行の下準備に行くところであって男性がお茶の世界とかお,お花の世界に踏み入れる。 もうなんかあ,のあいつはとんでも変なやつだって思われるような世界。ところが実際にまあお花はやってみてもうすぐに面白さを実感できたし庭と、あのー、同じ共通点をいっぱい見つけることができたけど最初はお,お茶を立ててただ飲むそれが 茶とどううつながるんだろうってやっぱり最初は全く無から全くの無から入ったから全くわからないで何のため何のためだけどやってるうちにああこういうことかこういうことかってで茶事に対する露地茶事すなわちお茶会ですね。 まあ今からそれについてまたもっとあの今回は突き詰めて路地について、まあ、い一つのお茶会お茶事の流れに従って、まあ、あのお茶の内容そのものよりもお茶事の流れに従ってにに路地がどうあるべきかを今回お話しできればなと私は思っています。 お客さんは帝国の時間に行くと、玄関が打ち密されてて、門が少し開いてます。だからそれはどうぞお入りくださいという合図ですので、黙って順次、客お客さんは順次それぞれ玄関の扉を開けて、 それから、それが表の玄、玄関、それから内玄関、必ず戸少し戸がかりが。開けてあります。だから、それを見て。待合に、す、す、待合って寄り付きですよね。寄り付き待合まで足を運びます。寄り付きに入ったお客。まあ、お客さん同士では、まあ、そこで、まあ。 和やかな話もするでしょうし、ょう和の時間和,和の時間もできるでしょうしそれから静寂の時間も持たなければならないそしてそこで一番の採用を出してもらいましてこう心をこうま,、うん、まあ洗ったっていうか静寂な形に持っていって和みながらさあ今から茶席に向かうんだという下準備 も,もちろん見出し並みについてもそうです。それから、茶せ、あの茶席と向かいます。寄り付き町へから、まあ、最初に足を踏み。 入れるっていうよりも踏み下ろすですでね大きな靴脱ぎ石があって2番席3番席といって降りていくわけですけどそれから逆ににじり口に入る時もあの,のり石とかいってやっぱりだんだんに上がっていってあの茶席に入るわけですけどあ日本っていうところは湿度が高いから昔は床を上げて中が風通しがいいようにして作るもんだ。だからその靴脱ぎ石石といのがが必然と高い石が 必要となる。あ、寄り付きから腰掛け待合までそか腰掛け待合から注文それから注文からつくばいつくばいからにじり口ってまあ一つの,その,あの道はできたんですけどその道すがら飛び石の打ち方それから野べ段の打ち方 一つの景色を考えながら作る側としたらここで直線的な動きを持っていくようよそれは一つの敬庭師として景色をあここで延べ段で直線的に歩いてみた方が面白いなとかここそれまでは千鳥にあの飛び石を打とうとかあここはもうちょっと U ターンさせようとかで距離感とか日本ではまさにあの 狭い場所にいかに長く感じさせるかだから道中のその飛び石の打ち方っていうのも非常に考えて打たないとただ単に直線的に一直線に腰掛け待ちあ寄り付きから靴脱ぎに降りて直線的にトン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 とまっすぐ腰掛け間違屋に行って腰掛け間違が出てからまたまっすぐ行って全然全く面白みもないし趣もないし興味もないしやっぱり。 入ってきた客が興味を注がれるように見え隠れしながらえ次は景色がどう変わるんだろうかとかそれとあともう一つ食材に関して言えばお茶帰ってあの今からおいしいものを頂い,いて一服のお茶をいただく。その中に 匂いの強い花とかトゲの歩きそういうのは金,くあ金樹それから金花といって茶席に使う花とダブったらいけないし茶席があ茶庭が花がいっぱい咲くような花園であってはいけないまあこれはもう作る側としたら絶対まあある程度の花は必要ですけど あまり。きらびやかな花がたくさん植わってる。茶庭っていうのは、ロジっていうのは。ないと思います。これはありべきではない。もうそう断言していいと思います。ロジスルを履いて。行く途中に。あのう、関守って、一つの握りこぶし大の石がしろなで結んであって。 それが関守石。まあ、せ日本でいう関所ですね。関所の役目をしてて、ここは通行止めですよって。じゃ、あその石のない、ないところを。飛び石なり、のべだんなりを使って。歩いて、腰掛けまちまで、一人、一人でたどり着けるようになります。しゃってのは、精神。修行の、その。道で、あの道ですから。本当、無言。亭主と客。 本当無言の間お互い無言で静寂の間に精神を研ぎ澄ましながら精神を修容しながら自分の心を清めながら行くためには道案内とかがあれば逆に精神修行の道じゃなくなるからまさに関森医師が必要となると思います。 腰掛け待ち合いで待っている間客同士は、まあ、周りの景色を眺めながらそれこそあの鳥の声風の音周りの景色を眺めながらその静寂の時間を楽しんでいいと思うんですよね。そして腰掛け待ち合には必ずあの 青,青だけ青,青い新鮮な葉っぱで作った白の葉で作った白ぼうきがかけてありますこれはこの白棒木であの庭を履いて掃除するんじゃなくて本当にそにお茶の文化って精神文化だなって思うんですけどお茶をしてたら清,清らかさ清潔さ重視しますんでこの箒を飾ることによって いかに吐き清められた形を表すかそういうのを表すために毎、まあ、回これはお茶事のたびたびに青竹と青竹の新しい白ぼう器を作ってだからこの白ぼう器を作るのも今はあの、まあ、日本では竹屋さんとかが作るんですけど庭師の仕事のこれも一つだと私は思っていますお茶においては全部平等なんですだけど 年寄りとか、まあ、身分な上な人っていうよりも経験の深い人自分の先輩とかには日本人は必ず敬意を表しますだからそういう意味で敬意を表する人それから、まあ、もちろんお茶にあの招かれてる人の中で一番こうおなんていうベテランって言ったらおかしいけど一番経験の長い方そういう方が商客っていうメインゲストで入るわけですから。 そういう人たちは今度はみんな同じ平等でありながらあの敬うそういう人たちを立てるっていうせあの精神文化それによってその焼却石だけ一段据えるだから連脚石は延べ段とかで作るっていうそういう庭師において心づもりしとかないところがそこなんです。そそれが重要なんですその時に 腰掛け待ち合いに据えたいろんな石そこで皆さん同時に立って注文の方に進むわけですから一本のの飛び石の道だったらぶつかり合います。そのぶつかり合うのを防ぐために各それぞれが立ち上がってもスムーズに注文までさっとその一列になれるようにその飛び石を打たなければなりません。だからこういういいのは実際にやってみないと、 あのその飛び石を据えることさえ多分難しいことだと思います。で今亭主が迎え付けに出てこられたわけですけど。 その気配を感じ,感じるためにも腰掛け待ち合いからそのつくばいやら亭主が見える時の姿がこうちらほら感じられるような植栽方法それから注文の両サイドには四つ目書き簡単な仕切りが設けてありますだけどその仕切りもがっちりとした平ではなく、まあ、庭でよく使う四つ目書きを基本に使います注注文文があっても注文の両サイドは まあ四つつ目の高いやつだから同じ四つ目描きでもいろんな使い方があるもう完全に仕切ってしまいたいとかただ単にこう景色的に作る場合とかそれから景観を良くするために作る四つ目描きとかだから植栽の方法もまあこれは後でまた触れるかもしれませんけどあの手入れする時にもそういったあここ腰掛け町に座ってて 亭主が全く注文まで来るのに気が付かないような状態にしてしまったらもうアウトですからすかし方もちょっと多めにすかすとかそういったすかし方も配慮して庭師は植栽もしなければいけないし四つ目垣きのたくさんも考慮して作らないといけないと。で注文を。 けあの亭主が開けて迎え付けがあるんですけどこれもまあこれはもうお茶,お茶では暗黙の了解で亭主と客それで亭主席とあの客席に座って注文を挟んででお互いに今度はここで何の言葉もない挨拶をお互いに目例全員でします。でさあ今からどうぞお席切りをっていうそれが合図です。 それで亭主は茶室の方に帰ります。でその、はい、茶席に入られる姿を見ながらであのお客は一度それぞれつくばいに向かうわけですよね。 亭主が去った後、まあと客はつくばいに向かうわけです。つくばいはもう皆さんもこれはよく勉強されてると思うんですけどあの裏線形ではあの左が養鶏石右が手食石前石があってそれからつくばいがあって、まあ、普通一般的には最近はよく駆け引きであの水がちょろちょろと落ちてるんですけど昔古いつくばいはあの駆け引きなんてありません。そういうういいい水事情っていうのがないからです 昔はそのために手桶があって湯桶石冬は極寒の時は湯を汲んで上手に暖かい湯を注いで客をおもてなしするとかまああれから冷たい水で夏はつくばいに水をためてその水を使ってもらうとかまあそれも一つの,あのお客を迎え入れる時の,あの今度は音でお客さんに合図もできることもできるという。 一つのそれも手段でもあるんですけどまあだからそこのつくばえに皆さん行ってそこでまず最初左手右手とから口と清めてそれから赤入りをします。 かつ飛び石から一つ外れた石が途中にあると思うんですけど大きな石が飛び石の他に全然関係ない石が一つポーンと外れてたり多分そういうところはその石に乗って周りを見たら景色がいいところか一番景色がいいところか遠くに行ってその近くにその茶室の変額が見えるだからこの石のことを学見石とか物見石とか言います。 虹ルーチ横にはあのー、チリ穴があります。で、この、うん、チリ穴も庭師が作る一つのものです。だから、チリ穴についても各流派寸法決まりごとたくさんあると思うんですけど。それは裏線家では四畳半。以下の駒には丸広間では角？各このチリ穴には青滝が添えてある、毎回お茶事のために青滝が添えてあって。 青い葉葉っっぱ、ぱ木の葉っぱとかが入れてあります。決してこれはあのゴミを捨てる場所じゃなくてまあ私もこれ先生から教わったんですけどその身を清めて心を清めてつくばえで手を清めて口をゆすいで心身ともに清めてさらにここでこ自分の心の汚れをこのちり穴に捨てて無になって茶席に入りなさいっていうことを教えられました。 つくばを使った客は順次、えー、茶席の方に、まあ、飛び石、えー、図体ににじり口に向かいます。でにじり口にはあのーまあ、小さい戸があってにじりいるわけですけど武士は大小の刀を刀掛けにかけます。それで大小の刀掛けの下には二段石というもうこれは約束ごとです。二段,、あのー、二段続いいてるような あのまあ見られたら分かるんですけど必ず,必ずその二段石が据えてあるこれは一つの約,約束事でもあるしその二段石の上に乗って武士は大将の刀をここに預けますそれかから茶席に向かいます、まあ大小の刀をさ納めるっていうことはここで武士は武士たとえ武士でも大小の刀をあの預けて茶席ににじりにじりって 茶,茶席に入り平等の世界に入るわけですで最後にその虹口に向かって一人一人また席入りしますそれからがお茶の始まりですあの虹口のほかに記念口っていうのがあるんですけど ご機人さんってまあこう日本でいう皇族そういう高貴な人そういう方にはやっぱり敬意を表するためにまあ大小の刀外してもらうけどにじり入らなくてもいいようなあの茶道口まあそれとあとは体の不自由な方そういう方がにじり入れられないにじることができない人のために記任口っていうのが設けられている茶室もあります。 そしてまあそこで軽い懐石料理っていをいただいた上後で出るお茶を飲むために美味しいお茶をいただくためにお菓子を甘いお菓子をいただいてそれから一度どうぞ石柱をその次の準備をするために片付けをいたしますからどうぞ一度あのお立ちくださいっていう合図で仲立ち っていう所作が皆さんに生じるわけですそこで一度また順番に二虹口から出て飛び石を伝って最初に行った腰掛けまで戻るわけです。でそこで待ってると、まあ、退席するときに亭主から、まああの「あとご入りは何者で」とかいうのがあるんですけどまあこの「何者」っていうのは。 あのお茶の世界ではドラとか鐘が一般的で亭主があとお茶を出す準備ができましたよっていう合図でドラの音が聞こえてきますドーンって仲立ちして仲立ちした客は今そうやって亭主が鳴らした鐘の合図でまた一人ずつその余韻音を聞きながら。 静寂の中音を聞くまあこれもほあの想像しただけでこう私なんかはあの気持ちのいい音を聞いてさあ今から茶席に入れとで今から美味しいお茶をいただけるんだという心を持ってまあみ皆さん多分そういう心に和み合うと思うんですけど決してこと言葉にはそれ「わあ今日は嬉しいね」とかそういうのはあの出しませんけど無言のうちに次つくば絵を使ってまた もう度度再度入をします、まあ、最初のせきりの時はですねこれもお話ししませんでしたけどあの最初はちょっと真の世界でんちょっと薄暗っぽいあのミスも下ろ,ろしてあって窓もまあちょっと締め切った状態で,で 2, 回2度咳入りした時はパーッと明るく華やかな世界で,でそこでおこいちゃってるのを頂い,いて。 で続いて、えー、薄茶を頂い,いてまあそれで皆さんそこで美味しいおいしこち茶を頂い,いて亭主が退席、まあ、して亭主が黙って後ろ姿が消えるまで皆さん見送ってくれますんでまた同じところを通って皆さんそれぞれ寄り付きまで行って寄り付きで皆さん今日本日はありがとうございましたと各それぞれ。 あのお礼を言って、各自それぞれキロにつきます。それが一つのお茶事の流れです。だから、茶事の庭、茶お茶事ができるような庭じゃないと。 ととは言えないと思い思ますだから今回はあの、まあ、そういったことが少しでも皆さんに理解していただければと思い、まあ、お話しさせていただきたいと思っております。